ははい。い、えー、皆さんこんこにちはクニネムです、えー。今日はね、このシボレーのコルベットですけどもあの前回のこの車の動画でリアのスピーカーのカバーをつけるということをしたんですけど、えー、コメントで、ね、教えていただきましてあのリアのスピーカーの付近に4つの,あのシンボルが刻印されているということで あの教えててもらいいまましてね、すす。ごく面白いんであの、見ようかなと思いますで何かといいますとカーペットの裏なんですけどねそのフレームにえボディにねあの絵が刻印されているというんですね4つの絵が刻印されているということで,でアメリカを象徴するような、えっとね、1つ目が野球で2つ目が、えー、ホットドッグで3つ目が アップルパイかなで4つ目が、えー、シボレーの防体の,のマークですねこの4つ目が刻印されてるらしいんですねでカーペットの裏なんでもう全く見えないとこなんですねでそういうところになんか遊び心というかね、まあ、そういうことをメーカーがしてるっていうのが面白くて、えー、見たいと思いますであのー、コンバーチブルにしかそれがないみたいなんですね 年式もなんか決まってるようであの多分初期モデルにはないと思うんですね。っていうか初期モデルにコンバーチブルがないんかな86年のレイトモデル以降だと思います。はいえー、ということでねその4つの絵が車に書いてあるっていうのを見たいと思いましてねちょっと他にしないといけないことあるんですけどもあの これね、モコもね、ちょっとエンジンオイル変えないといけないとかあるんですけど、気になりましてね、あの、教えてもらって本当に、あの、ありがとうございます。もうちょっとそれはもう我慢できないんで見たいと思います。で、この4つのシンボルマークって何かというと、あの、野球も、え、アップルパイもホットドッグも、アメリカ人がすごい好きなものなんですね。で、そのアメリカ人が、 あのみんなが好きなものに並んで4つ目として膨体のマークねシェビーということであの70年代のシボレーのなんか広告の,あのなんかスローガンかなんからしいんですねあのみんなが好きな野球と、えー、その <coughs> みんなが好きな野球とホットドッグと、えー、アップルパイとそして、えー、シェビー というのが、なんか広告のスローガンになってたそうでね、まあ、あの当時はあのアメリカ人ならみんなよく聞いた言葉なんだと思いますね。で、そ,のそれが車の、ね、中に、えー、隠れキャラのようにね、書かれていると。でねあの、ちょっと見たいと思います。なかったら残念ですけどね、多分あると思うんですね。見ていきたいと思います。で、あの、事前にね、あのインターネットで、 そういうことあるのかとか調べましたらあの写真を上げている人とかいましてねあ、本当にあるんだと思ってであの一緒にいろんなことが書いてありましてねまあ年式にもよるんですけどもあの車の中にね結構その秘密というかね あのオーナーさんでも知らないようなことってコルベットに結構あるということで、まあ、今日はねそういうことちょっと調べたんでそのことも含めて見ていきたいかなと思いますそしたら、ね、4つのシンボル見ていきたいと思います、はいえー、とねあの詳しい場所は実は分かってないんですけどもあのネットで上がっている画像を見ますとどうもこのスピーカーのこの、ね、カバーを取って この上らへん、その辺だと思うんですね。この辺のカーペットをちょっとね、あのスピーカー取って見ていきたいと思います。 あった、あった、あった、あありましたはい、四つのシンボルありましたちょっと感動しました もう全く私、こういうこと知らなかったんでね、教えてもらって。ここですね。左から、野球ですねえ。バットとボールで。これがホットドッグですね。これが言われなかったらわからないですけど、アップルパイのことだと思います。で、シェビート。 すげこれ写真撮っとこうはいえー、もう自己満足ですけども大満足しておりますしかしこの配線なんやろなこれこんな太い線しかもここちょっと皮膚破れてる あ同軸ケーブルだなアンテナか。でもこんなに。あ、なんかやった後ある。あれ自分でやったんかな。そん時これ全然気づいてないねんな、シンボルに。パワーアンテナかな。えカーナビじゃないな。パワーアンテナの線かな、これ。ちょっとまた調べよう。なんか1個ばらしたら、見るとこ1個増えていくな。 いやこれ本当にかっこいいな野球としかしこれ何でホットドッグなんやろハンバーガーじゃないんですねホットドッグねなんかハンバーガーの方があの人たち好きそうな感じするけどホットドッグですこれがアップルパイでこれが膨体と 面白いな。こういうのがあるからやめれないですね、アメ車は。特にコルベットは。もうここの車買って20年ぐらい経つのかな。それでも楽しませてくれるというね。もう本当にすごい車ですよね。 はいえー、ということでね、コルベットオーナーでも知らない、えー、コルベットのことということで、まあ、知らなかったのは私だけかもしれないですけどね、まあ、楽しんでやってます。えー、今のが一つ目ということで、えー、次二つ目なんですけども、えー、シートベルトなんですね。まあ、これも、まあ、乗ってる人は知ってるのかもしれないですけど、私いまいちよくわかってなかったことで、このシートベルトを の3点止めのシートベルトですけど、このドア側のとこにセンチっていうボタンがあるんですね。これです。これ何かと言いますと、このシートベルトをね、きっちり体に締め付けるような機能があるんですね。こう、引っ張れば出てきます。 3点式ですんでねコンソールの方持っていきましてこれでね型から3点でシートベルト普通にしますけど普段はねあの引っ張ればベルト出てきますし離せば中に入っていきますしこれで体のサイズに合ってね それでいて、その、きつすぎないというか、窮屈すぎない。まあ、あの、引っ張れば出ますし、離せば入るということでね、普通のこれ、シートベルトですけども、この、センチボタンを押しますと、一回押しますと、ベルトは、入るけども、出てこない。入るけども、出てこない。ということで、 あの、腰回りのとこだけですけどね、あの、きっちりと固定することができるんですね。で、このセンチという言葉ですけども、こうきっちり掴むとかね、帯をしっかり締めるとか、そういう意味だそうですね。まさしくそれで、これでね、きっちりとシートベルトをつけれるということです。で、これ一回押したボタンのリリースが、 もう一回押してもね、機能は解除されないんですね。ただ、こちらで外しますと、戻しますと、もう次は元に戻ってるということですね。これを使うっていうのは、ちょっとね、あの、攻めるような走りをするときに、これ使うんかなと思いますけども。 はい、えー、次に3、えー、つ目ですけどもこれも私全く知らなかったんですけどもこのこのねリアビューミラーですねでこのミラーにランプがついてるんですねで合計3つついてましてはい、えー、これがリアビューミラーですけども、えー、これ ランプが3つついてましてまず1個2個ですねこれはあのマップライトなんですねここのスイッチでこれ、ね、地図を見るためという、まあ、下を照らすランプがつくとでもう1個ここにですねスリットがあるんですねここここでこれがですね あのイルミネーションに連動でつきまして何のためかというとこのシフトパターンを照らすためのライトだそうですね全く知らなかったですけどもでテストにねここをつけようとしたんですけど私のつかないんですねであのサービスマニュアル見たら、まあ、私の年、ね、式もちゃんと玉が入っててイルミネーションの一つとしてね つつくくはずななんですけどつかなくて、まあ、あの同じ回路にあるのがこのドアのカーティジーとか、えー、ドアのパワ,ーパワーウィンドウのスイッチとかねここのイルミネーションと同じ回路であのマニュアルに書いてあるんでこっちはつくんですよねあのライトつけますとあ今ちょっと明るいから見えないかな 見えないな。まあ、つくんです。でもここはつかないと。まあ、なんかあのオレンジか黄色かそういうランプがつくらしいんですけどね。またこれ多分玉切れてるんかなと思うんですけど、これまた点検,点検しないといけないですけど、ここね、つくようにしたいなと思います。これの名前が、えー、マニュアル見ますと、 コンソールフラットランプということなんですねちょっと意味がねちょっとピンとこないんですけどねコンソールコンソールって言ったらねあの車のコンソールですけどフラットって言ったらあの溢れるとかねなんかそういう意味だと思うんですけどねなんか機能と名前がいまいちピンとこないんですけど、まあ、ここよく分かってないんでまたね調べて点検したいと思います はい、えー、次、4つ目になりますね、この,、えー、このコンバーチブルのデッキリットですね、でこれをロックかかっているのをパキンと浮かせる、開けるときに、ね、浮かせるための、えー、電動のスイッチというのが、この車、2箇所ありまして、まあ、イエロースイッチってよく、ね、本国の人、言いますけど、1個目がここですね。 ですね、ちょうど閉まってる時こっから手を入れてねパチンってできるというものですでもう一つね同じ機能でコンソールにも黄色いねイエロースイッチがありますどちらも押しても同じあの機能ですねであのコンバーチブルではないのかもしれないですけど私の車はついてないんです このドアのね、ところに同じ機能のスイッチがあるとここにあるとで、そのスイッチがつく、この、なんと言いましょうか、後だけあるんですね、ここにおそらくスイッチをつけることができるんだと思いますけどで、クーペモデルですと、多分これついてるんだと思います、で助手席も見たんですけどね、助手席も何も私の、ついてないですね。 でこのボタン、まあ、ついてたら押しますとクーペの場合は後ろのハッチがねあのなんかパカッと開くんだと思いますけど、えー、私のついてないですね、まあ、これもね、あのー、あの知らない人が結構いるそうですねはい、えー、次5つ目これ最後なんですけども 年式でいうと、ね、8音から9三までに限られるということであのリアバンパーの中にライトがついているそうなんですね、私の95年なんでついてないんですけども、何のためにリアバンパーの中にライトがあるかというとスペアタイヤの脱着をするときに使うライトだそうです。 で操作はあのインテリアの、ね、イルミネーションで作るということなんですけども、まあ、あのスペアタイヤ脱着するっていうのはもう緊急的なことでまああの出先の路上とかで多分すると思うんですけど、まあ、その時にねもうこのスペアタイヤは車の後ろの底についてるんでこう下から取るんですけどもまあ あの夜じゃななくても,もう暗いところなんですねそれを照らしてスペアタイヤの、ね、脱着をしやすくしてくれているとでそのスペアタイヤのところだけじゃなくてねこの周りのウォーキングエリアというふうにあのスペアタイヤのところじゃなくてねこの周り歩いたりするところも照らしてくれるそうでねまあ明るく安全に、まあ、便利に。あの 便利なライトということでねなんで93年まででその4年94年からなくなったのかちょっとわからないですけどねつけておいて欲しかったですねまあ欲しかったらまた後付けで自分でつけたらいいんですけどスペアタイヤつ、ね、けてる人はそのライトあったらいいですねはい、えー、ということでね、えー、コルベットオーナーでも知らないコルベットのことということで 5つご紹介しましたけどもあの長く乗られる方でしたらも知ってることだったかもしれませんけどもあの私はもほとんど知りませんでしたあの教えてもらった、ね、あの4つの刻印ですね、まあ、あのそれを調べてたら他のことも、ね、あの知りまして、えー、今日、ね、見てみたことなんですけども あの、コンバーチブルモデルとクープモデルで、まあ、えらい違いますね。あの、この刻印もコンバーチブルモデルでしたらね、今日のこのこ,こにありますけども、クープモデルでしたら、このスピーカー自体ね、この位置じゃなくて、内側の側面についてますね。そこには同じような、あの、シンボルの刻印はないそうですね。その代わり、なんか別の刻印が別の場所にある、 ようなんですよねあの。野球のバットをクロスしたような,なんかそういうあの刻印があのパッセンジャー側のどこかに隠されているというようなことちょっとネットに見ましたけどはっきりしちゃうと私は分かりませんけどねあのクープモデルにはクープモデルのそういうことが多分あるんだと思います。えー、ということでね今日はあの。 また自己満足に浸ってしまいましたけども、あの、すごく楽しかったです。あの、コメントでね、教えていただいた方、本当ありがとうございます。これでね、もう本当にこういうのがあるから、あの、やめれないですね。あの、本当にコルベットいい車だなと思います。あの、何年経っても楽しめますね。あの、飽きないってね、もう。 本当こんな飽きない車ないんじゃないかなと思いますけどね、でもあの動画の再生は回らないということで、あの日本ではあんまり人気ないですねあの、この車ね。ですけど、まあ、あの楽,し楽しんでやっております、あの好きな人だけ一緒に楽しみましょうということでやっていきますので、あのご興味のある方、ぜひともね,ねあの、コメントいただけたらあの嬉しいです。まだ ねこの車のことでね一緒に楽しめたらと思います、えー。それでは最後まで見ていただいた方ありがとうございます。また続きやっていきますのでえ続きというかねもうやらな中ごといっぱいあるんですけど、えー、また一つよろしくお願いいたします。それではあサムネトンのまた忘れた。